はい、村山和則です。今回はハタハタの南蛮漬けを作ろうと思います。もう始まっておりますけれども、最初に南蛮酢を作ります。作り方はいろいろあるんではないかなと思います。ハタハタを切りまして、エラと内臓を取って洗います。水気を切って、小麦粉をつけて揚げるということで、片栗粉を使う方もいると思いますけれども、福住の場合は小麦粉を使っております。揚げて、油を切ってすぐに南蛮酢につけます。そしてこれでまあ一晩寝かせます。そして翌日に使うということです。骨まで全部食べられまして、頭ごとですね、全部食べられますので美味しいです。付け合わせなんかつけたりもしますけども、今回はそのままでございます。はい、完成です。ありがとうございます。